それでは今回もカプテテフと上を目指すシングルレートをやっていきたいと思います。そう、潜っていきます。よし、こっからね、勝っていきたいですね。本当にてか最近ずっと一試合しか動画に入ってなかったんで、この2パート分ぐらいはずっとそうだったと思うんですけど、今回はね、久しぶりに2戦をお届けする予定でございます。ということで対戦よろしくお願いします。お、お相手もテテフ入りか。ダグトリオ初めて当たりましたね。パルセンも、そう、実は私パルセンと当たるの初めてなんですよ、このロムで。サフロムでは何回か当たったことあるんですけど、今までね、サフロム、本ロムではね、一度も当たったことなかったんですよね。よろしくお願いします。そこそこいるみたいなこと聞きながらも、バクーンの方がおるやんけとか見ながら使ってたんですけど、やってたんですけど、ついに当たったか。金破られたら、そうですね、かぐやがいないとちょっとしんどいか。かぐやがいてもあれかもね。先制技持ちっていうことで、ガリューラとかマンムーは欲しいかもですね。気になるのはお相手にもテテフがいるところ、かぐや出していきたくも感じますね。ただガラガラがいるので、バレージが欲しい気もする。それでテテフは悪くないと思う。あーでも、テテフで見れるか、ガラガラ上から倒せるし。で、かぐやは安定する気がする。らしい位置があれだかな。いや、キテレグマ考えるんだったら、いや、キテレグマはテテフで見れてますね。じゃあ、ガルビラかな。先制技持ちだし、地面も結構通りはいいので、このガルビラで行きましょうか。で、行きたいと思います。あー、マンヌエでもよかったかもな。突起だし、範囲的に感じ、いい感じだったんで、まあまあまあ、こんな感じで行きます。よろしくお願いします。さあ、初手誰が来るかですね。さあ、ダグトリオ。ダグトリオか。何して来るんですかね、ダグトリオって。とりあえず、かぐや投げますか。素早さ上取られてますし、鋼タイプで弱点使われるので、とりあえず一回鉄火魚に引いています。タイプ1技は地面は向こう、鋼は半減なので、とりあえずは受け出しできますね。さあ、ラグトリを、特性なん、カーリーヘアなんですかね。それ以外は砂の力とかあった気がしますけど、あ、釣り出しされたね、多分。カブコケこう、はい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 。あ、これでボルテンで回すってことかな。結構これ辛いですね。どっかで読んでいかないとな。さあ、こちらは、鉄火魚出しますと、さあ、釣り出しされましたね。ここはね、おとなしく、テテフ投げます。ボルチェンだと思いますが、ここテテフ投げないとどうしようもないんで。一応相手まだ私の裏にマンムーがいる可能性を考慮すると、ボルトチェンジを打てない気もしますね。ここでボルチェンを打ってしまったら、マンムーにキャッチされて、で、もしこのコケコがスカーフだったら自信が一貫してしまうので、というプレイングをする可能性もあり得るといえばあり得る。さあ、こちらはカプテテフ。フィールドを奪えるので、そんなダメージは入んないはずですね。さあ、何をしてくれるか。トンボ。あー、これ満面警戒してますね。さあ。いや、めっちゃ入ったな、これ。ちょっと待って。こんな入るっけ？陽気？いや、でも、違う気するな。で、まあ、ダグトリオですよね。ここも読んでいかないと厳しいですね。お相手からすると、ここ、とりあえず交代してるだけで安定。いや。テレフしてると、かぐや出すしかないですね。かぐや出します。さあ、ここは交代私の方決まりましたね。多分鋼技ですかね。アイヘとかですね。アイヘアイヘ、まあそんな入んないでしょう。出た目残しで回復と。
自信があったらここを打てたんですが、自信がないので解放者になるかな。お相手からするとここは自信を考慮するとカプコケコに引けない可能性もありますね。一応解放者打ちますね。引っ込んだ出てくるのはキテルグマ。お、これめちゃくちゃ美味しいですね。さあ解放者、相当なダメージが入るはずです。抜群というか特性がモフモフだと思うので相当火力入りますし、こちらは冷静なんでね、水の火力も十分ということで、ラス1見れましたね。これはそうだな、ここ押してっていいんじゃないですかね。そんな悪くないはず。捨ててくるか、バカリキ捨ててきてましたね。そんな入んないでしょう。まあ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 、そこそこって感じでしたね。で解放者で来てるのマスリと、でカプコケコから来たら居座ります。ラグトリオから来てもまあこれは居座り安定ですね。カビアフトでいいんじゃないかな。いやどうかな。さあカプコケコ、ここトンボとか考えるとここ交代できないんですよね。ただお相手からしてもここトンボもう打てない、打ってる余裕はない気もするにしても、ここは多分さすがに殴れないので、でもトンボであの火力でしょ。ワイルドボルトならもっと入りますよね。多分物理型ですよね。テテフを捨てないといけないのか。テテフ捨てる、してる、ガリュラから入る、自信を押す、ここテテフ捨てていい気しますね。物理型だと思うんですよね、あの火力ってことは。テテフ捨ててガリューラ出して自信を押しましょうかね。それでいきます。カビはまだラグトリオで仕事持ってる気するね。ですよね、まあ物理型だよね。そう、ファイルドボルトでテスはこれで落ちますと、でガリラ投げて自信かな。さあお相手の持ち物ですね。そうだな、トンボであの火力ってことはハチマキ、いやでもどうなんだろう。テテフ B はそんな高くないポケモンなので、微妙な感じあるな。さあ居座ってますね。これ飛ばせないでしょ、さすがにフィールドないですし。ワイルドボルト、カプコケコを捨ててって感じか。反動ダメージとで地震でカプコケコは処理、多分裏にガビアいるんで、もうラグトリオとラグトリオ処理できるでしょうから、まあこれは勝ったでしょう。あとは自信をしてガリューラ捨ててカビア投げて薬放射打ってって感じかな。アイヘン以外、例えばストーンエッジを持っていた場合はカビアがもうちょい削られるのかな。88、まあ、多分大丈夫だと思うんですけどね。ここは地震でいきます。最後ここ耐える場合ありますね。ラグトリオ火力ないんで、地震だったとしても耐える可能性もあります。結構今日 H、 あのガルーラ H に振ってるんでですね、耐えましたね。で地震でさよならと。よしよしよし、対戦ありがとうございました。いや初手対面から釣り出したりの時ちょっとどうなるかと思いましたけど、もうちゃんと物理型がやめてよかったですね。ほんとほんと貸し気持ちでしょうが、自信が貫通と、親子は強いということで、対戦ありがとうございました。あとあれですね、ダグトリオと敵関係の対面で自信を読んでキテルグマを出してくれたのが美味しかったですね。あそこで解放者を打てたのが非常に良かった。
よし、じゃあ次の試合行きたいと思います。よし、1860くらいかな今。いい感じですね。さあ、これで記念すべき100戦目か。100戦目勝ちたいね。気分の問題ですけど、なんか勝ちたいみたいなところでありますよね。100戦目くらいは。それにしても今回はどうなんだろうな。まあまだ使ってないからですけど、結構割とパーティーほんとまとまってきた感じありますね。地面無効枠がいるだけであそこで電気技打ちづらくなったりしますし、パーティーにいただけでやっぱ強力ですね。本当に採用してよかったといってもまだ1回しかね出してないわけなんですが、最近爆風若干出してないかもな。強いポケモンなんですが、コケコと、なんだろう、ボーバンダみたいな、あとガブとかですね、あとはガルドみたいな、そういう並びとはあんま戦ってない気がする。あ、よろしくお願いします。いや、むっちゃ風の人と当たった。お、言ってたら来ましたね。これ爆風かな。ガルガブゲンか。そうですね、ミミッキも久しぶりに見ましたね。ガリーダはちょっと欲しいかな。さあ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 、メガ枠どっちで来るかですね。ガルカかゲンガーか、ガリーダかゲンガー、どっちか。そうだな、いや、爆風出てガリーダで行こうと思ったけど、そうなってくると、いや、ガリーダ微妙かな。でも、格下考えるんだったら爆風欲しい気する。テテフ、爆風、格下か、バルジカ。いや、マンメ欲しいな。でも、格下かな。ってなったら爆風欲しくなりますね。格下、格下で見るっていう無理やりのプレイ、あー、なしだよね。あんましたくないな。初手は爆風ね。マンムー添える。かぐやがバルジーナか。かぐやがバルジーナ。バルジかな、これは。いきたいと思います。いやー、ちょっと変な性質になっちゃったな。対戦よろしくお願いします。飛行はどっちか出したくて迷ったんですけど、かぐや読んでバクールなんですけど、どうですかね。テリフ読まれてかぐや来るかなとか思ったんですが。さあ、これハマらなかったら厳しいですね。よし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 、当たってる当たってる。ここは噴火で押しますね。よーし、よかったよかった。ちょっと気分、あの、不安でしたけども、噴火で押したいと思います。直帰だったら落ちませんが、悪くはないですね。さあ、引っ込んだガルかな。ミッキーもあり得る。ガブですね。はい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 。さあ、次のターンはメタ行為をします。さあ、噴火、いいダメージですね。これはそうですね、スカープと読んでくれるんだったら、お相手ここ、つるまいの可能性ありますね。一番美味しい展開ですが、よし、まあ、勝ったかな、この試合は。よーし、爆風はね、スカープ噴火今あんまりなんですよ。私の個人の評価ですけど、今、たすき持ち。これが私の爆風です。よーし、いやー、ハマるなー。ハマるときはほんとハマりますからね。鋼タイプとガブリアスとかと並びにマジで強いんで。ここは、取っておきますね。ここはバルジーノ投げます。助けあるんで、鍵屋に仕事持てるんで、ここはまだ捨てられないですね。バルジー。猫玉だったら美味しいですね。ごつめ持ちなので。マンムーとバルジーナでガリラ処理して、カグヤとバスクフの対面作って勝ちかな。うまく作れるかですが。さあ、自信美味しいですね。そうですね、ここは。
まあ、上取られてるでしょうし、トンボ返りをしますか。殴られたらそのままいいし、交代されたらトンボで超有利タイムなんで、よし勝ちかな。これはもう超有利ですね。でっかげ出される、トンボ返り打つ、爆風とかげのタイム作る、で瞬間押して、よしトンボ、あ急所か、なんかやたら入ったなと思いましたけども、で爆風出す。さあこちらはまだ無傷ですが、相当有利な状況ですね。さあ食べ残しですね。よしよし、直帰しないこと確定したんで、ここ絶対落とせますね。 HD に曲振りでもしない限りは多分落ちるんで、なんかね、よし大抵ありがとうございました。よっしゃ結構上の方に勝てたんで、これ相当レート取れたんじゃないですかね。いや爆風出せないなって話してましたけど、まあ、爆風の強さをね、まあ、皆さんに見せられたんじゃないかなと思います。レート上でも全然通用するというところ、ほんとよかった。初手の鉄火が読めて、いやあれ読めてなかったらマジでやばかったですけど、よしというわけでさ、今日はここで、終わりにしたいかなと思います。それでは、ここまでご視聴いただきまして本当にお疲れ様でした。そして、ありがとうございました。またよろしければ次回の動画も見てくださると大変嬉しく思います。それじゃあバイバーイ。